皆さん、日本国憲法成文は法的に無効です。日本国憲法成文は国際法上も無効です。日本国憲法成文は先の大戦で私たち日本国が大敗したこの際、日本占領軍最高司令官、こんにちは、最高司令官総司令部ダグラス・マッカーサー元帥の指示で連合国軍総司令部 GHQ が起草し、かつ GHQ の指令で1946年昭和21年11月3日に公布され、その6ヶ月後1947年昭和22年5月3日に施行されました。まさに昨日の5月3日、日本国憲法成文は、日本国憲法成文は違法なんです。なんと占領軍が私たち日本に押し付けたという憲法なのです。この日を残念ながら、私たち日本国は祝日としてね、祝日として祝っているんです。誠に悲しいことではありませんか。皆さん、日本国憲法成文の公布施行の時、主権は日本になく GHQ にありました。日本国憲法成文は占領という異常のもとで占領軍 GHQ の指令に屈し、こんにちは、 GHQ の指令に屈し、制定されたものであるから戦時国際法ハーグ陸戦条約第43条に違反し、日本国憲法成文は無効です。占領軍 GHQ は日本国憲法成文の施行過程も法的に違法であったことを十分認識していたことは明らかです。占領軍のGHQ が禁止した30項目プレスコードの中に第3項で GHQ が日本国憲法を起草したことに対する批判、これを GHQ が禁止してるんです。まさに自ら禁止してるのです。さらに大日本帝国憲法から日本国憲法に大いに関与したアメリカは1956年昭和31年6月14日上院外交委員会秘密会において国務次官補ロバートソンがアメリカが押し付けたものだと証言しているのです。また駐日大使を務めたエドウィン・ライシャワーはその著書の中で、日本人自身によって制定されたものではなかったのだとしているのです。そして2016年平成28年8月15日アメリカ合衆国オバマ大統領の際に
現職の副大統領ジョー・バイデンは私たちが日本を核武装させないための日本国憲法を書いたとこう証言しているのです。そして日本国憲法の起草者がアメリカであることをここで明言しているのです。占領地日本の日本国憲法制定行為は占領軍最高司令官ダグラス・マッカーサー元帥の越権行為であり違法であることは疑いの余地がありません。日本国憲法成文は占領軍 GHQ の起草制定でありその目的からも法的に違法であり国際法上も無効です。日本国憲法成文はこれまで日本政府はやむを得ずまさにやむを得ず解釈上有効としてきたのです。これが日本国憲法の実態なのです。皆さん今日安倍晋三首相をはじめ保守の勢力の皆さんは憲法をここに置いてね自衛隊を明記しようなどというそそっかしい話をしています。本来法的に無効であり国際法上も無効な日本国憲法成文を加憲加えたりね一部改正したところでどうにもなりません。法律そのものが法そのものが無効で違法なのです。ここで私たちはしからば憲法がもしなかったらどうするんだという方がいます。これはよく皆さんね学校の先生が嘘を皆さんに教えたんです。憲法とは何かということの嘘を教え切ったのです。私たちの国は少なくとも2000年からなる歴史と伝統に基づいた国家なのです。まさにここで日本の憲法ここで日本の憲法とは国会が定めた法律そして判例国際条約そして習慣のうち風土や主権この中で国の在り方を規定するものの積み重ねそしてね日本占領軍 GHQ が起草し日本に主権がないときに定めた日本国憲法成文これらの総和なのです。これが憲法なのです。皆さんこのことを踏まえて日本国憲法改正なり加憲なり新たに憲法を制定するなりこの議論をしようではありませんか。元の段階から嘘の段階で議論を始めたところで言葉遊びで憲法改正の議論をしたところで何の意味もありません。今日の安倍晋三内閣総理大臣のように自衛隊が憲法違反の疑いがあるかのような発言であるから憲法9条に自衛隊を加憲しようなどという愚かなものの考えではことは前に進みません。まあもちろんね安倍晋三もこの度これによって自衛隊が憲法9条に加憲し前に進むとは彼も考えていないんでしょう。いわゆるね
日本会議をはじめ保守の方々にやっと不利、これが現実だと思います。皆さん、日本国憲法成文について今一度その制定過程目的を十分に検討し、その上で憲法改正を議論しようではありませんか。ありがとうございます。